では4番目のパターンです。下を向いてるような感じですね。首はほとんど隠れるし、肩の位置も上がってる感じ。4番目頑張ります。俯瞰は難しい。下を向いてるし俯瞰になってるから、丸の形はこの辺だけど、顎の形はいろんなヒント入っているので、それを使っていつもみたいに目からほっぺを描いて、で顎に行く、で耳から顎つながる線を描いて、下を向いてるし耳が比較的に高いところに来るかな。で目プラス G 書いてくれたので、乗ってるように。どういう風にプラス G 上手に使うか、みんな動画いっぱい探してると思う。そして紙書きます。さっきみたいに剥げないようにこの線先に書きます。首の線入れて、鎖骨も少し書いといて、まあ影とかいろいろ足せると思うけど、大体やってみたという感じです。では日野江さん、書いていただけますか？お、はいはい。では4番目俯瞰ですね。こういう時も最初の絵みたいに顔の面積っていうか、なんか頭の中で測ってますか？こことここ。そう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 、まあ想像しながらは常にやっておかないと。そうですね。なるほど、今の角度だと鼻が低く見えているし、少しほっぺの線とかぶりますね。下を向いてるし耳が高く見えますね。いいですね。4つの角度で同じ髪型が見えて、とっても参考になります。
まあこんなもんか。素晴らしい、ありがとうございます、うん、では比較しましょう。はい、頭の形を書いてもらって、私が書いてみた感じはこんな感じでした。で、ひろえさんのこんな感じでした。すごいいいヒントになったのが、その俯瞰の4番目のパターン、うん、角度をいっぱいつけるとほっぺの山が見えるのに、鼻が顔の形を少し隠すことができるんだ、うん、まあここら辺のまとめ方はね、自分で実際書いてみてバランス取りながら、うん、ものにしてみるといいですよ。キャラデザインによって鼻がそんなに高くない人なら隠れないかもしれないですね。あと角度的にはね、上をちょっと向いたのはもう目なんか全部隠しちゃってもいいぐらいの勢いで描いてしまえば、うんうんうん、とっても参考になりました。そしていっぱいいいヒントがあったので、初心者でもそのガイド線を描いて、そこからちゃんと顔を描けるようになってるでしょうかね、みんな、うん、ではこのアドバイスシリーズの中で動画いっぱいあるので、ぜひみんな見てください。あとはチャンネル登録お願いします。ひろえさん、今日ありがとうございました。毎度でした。